国際産業の金属製、モデルガン S&WM36 モデルガンとは、重機の外観や機構を模した遊戯銃の一種で、弾丸を発射する機能を持たないものを言う。モデルガンは和製英語であり、英語では火薬を使用する、トイガンはキャプチャーガンと呼ばれる。プラスチック製弾丸の発射機能を持つエアソフトガンは、重機の外観を模したものであってもモデルガンの範疇には含めないが、 報道などでは同一に扱われることが多い。日本では重砲刀券類所持等取締法により、特に金属製、モデルガンは材質や構造、色などに厳しい制限が加えられている。モデルガンは銃器、すなわち拳銃、小銃、短期間銃、三弾銃などの模型であるが、弾丸を発射できないこと、安全対策や作動性確保のために、 内部構造がアレンジされているなどの点が、実物の重機とは異なる。一般的にはほぼ実寸大で製作されるが、ジュニアガンと称する3分の2スケールの商品なども、少数存在する。使用される材質は、主に亜鉛合金、ABS 樹脂、ヘビーウェイト樹脂などである。現在市販されている、金属製のものは、重刀法で定める模造拳銃及び、 模擬銃器に該当しないための措置が施されている。日本では法規制により弾丸を発射できない構造になっているが、実行や薬莢を模したカートリッジに火薬を装填して発火させ、疑似的な発砲にや火花、動作などを再現できるものが多い。一部には映画やアニメ、ゲームなどのフィクションに登場する架空の銃をモチーフにしたものも存在する。 重機の外観を模したものであっても、プラスチック製弾丸の発射機能を持つエアソフトガンは、モデルガンの範疇に含めない。特撮ヒーロー番組などに登場する、光線銃などを模した電池などで発光、発音するような種類のもの、駄菓子屋などで売られている紙火薬式の100連発銃や8連キャップ火薬を使用する8連発銃のように、純粋に子供向けの玩具とみなされるものは、 通例モデルガンとは呼ばない。なお、報道などでモデルガンと表現される場合、その多くは重機の形をしたガングすなわちトイガン全般を指す、用語としての慣用表現であり、厳密な意味でのモデルガンを指したものではない場合が、ほとんどである。モデルガンには、火薬を使用せず、外観や手動操作を楽しむための鑑賞用モデルと、火薬の使用が可能な発火モデルがある。 発火モデルのうち、オートマチック式の拳銃や短期間銃、小銃のモデルガンは、火薬の爆発力を利用して、実銃とほとんど同じように、肺さや、相談の動作を行うことができる。初期のオートマチック式拳銃のモデルガンには、火薬で発砲音のみを再現する、スタンダードモデルや、指で引き金を引く力を利用して、相談、発火、肺、さやを行う。 スライドアクションモデルが存在した。日本のモデルガンは銃口を除いたりしない、限り自中とほとんど区別がつかないので、日本国内だけではなく、海外においても映画などの小道具として頻繁に用いられている。近年、グロック17のように実銃自体がプラスチック部品を多用したものも登場し、ますます外観による区別がつきにくい状況にある。日本における モデルガンの歴史は法による規制の歴史と言い換えることができる。モデルガンは本来玩具に分類されるものであって法で定める銃には該当しないが実銃に見せかけて強盗などに使用したり弾丸を発射できるように改造するなどの悪用事例が多発したことにより特に金属製のものについては過去2回にわたって銃刀法による規制を受けている。 1960年頃、アメ横の中田商店や高原商店が外国製キャップガンの輸入販売を始めたが、これは完全に子供向けのおもちゃであり、形状や構造が実中とはかなり異なるものであった。その後、輸入キャップガンを改良して、よりリアルな造形を施したものをモデルガンと称して発売し、大きな人気を集めた。当時人気があったのは、 第二次世界大戦で使用された軍用銃や西部劇で使用されるサーなどであった。この頃、一部には火薬の爆発力を利用してプラスチック製の弾丸を発射できるトイガンもあったが、この種の商品はやがて当局により発禁処分とされた。1962年には純国産モデルガン第1号のモーゼル軍用拳銃が発売された。これに続く、 国産モデルガンとして MGC 製ワルサー VP2 が発売されて以降国内のモデルガン製造は MGC がほぼ独占的に行っていたが1965年にそれまで販売専門だった複数の小売店が組合を結成してモデルガン製造に参入した。はじめは MGC 製品の模倣品を製造していたがやがて各メーカーが独自に設計した。 モデルガンを製造するようになった。その後、リアルな外観や気候を持つ様々な種類のモデルガンが製造されるようになり、当時人気だった映画やドラマの影響もあって、国産モデルガンはブームを迎えた。1960年代から続くモデルガンブームに水を差すことになったのが、1971年に行われた法規制であった。この規制によってブームは一時下火になったが、 徐々に人気を取り戻し、1970年代中頃には、再びブームを迎えた。しかし1977年には二度目の法規制が行われ、モデルガンの主流が金属製からプラスチック製へ転換する契機となった。46年規制リアルなモデルガンの登場に伴い、強盗、恐喝などに威嚇目的で悪用される事例が相次いだ。1969年には、 行政指導により、モデルガンに識別用の標識をつけることや、販売時に身元を確認することなどが行われたが、悪用は続き、1970年には、ハイジャックにも使用された。このような事例に対処するため、一見して、モデルガンであることが識別できるように1971年の重刀法改正によって外観に対する規制が行われた。この対象になったのは、 金属製の拳銃型のみであり、小銃や短期間銃などの長物は隠し持つことが難しく悪用されることがなかったため、規制の対象にはならなかった。46年規制から1年後には対象撃 ABS 樹脂を主な素材とするモデルガンが作られるようになったが、プラスチック製のものは法規制の対象外であったので、拳銃型であっても色が黒いままで販売することができた。 52年規制モデルガンの悪用事例として、威嚇目的以外で問題視されていたのが、暴力団関係者などによる改造拳銃の製造であった。重心内にインサート鉱材を居込むなどの改造防止策は、初期のモデルガンの頃から行われていたが、メーカー間で統一されたものではなかった。1970年に警察が押収した改造拳銃の数は23丁であったが、年々増加し、 1975年には1024兆に達した。1975年、メーカー組合は、金属製の拳銃型モデルガンについて、自主的に改造防止構造の規格を定め、規格検査に合格したものに、SM マークをつけて販売した。しかし、組合に加入していないメーカーは、自主規制に拘束されず、また組合メーカーの製品にも、 企画を満たさないものが見つかるなど、業界内での改造防止策の足並みは揃わなかった。さらに、SM マーク付きのものや長物にも改造事例が出始めたことから、1977年には、再度の重刀法改正によって構造に対する規制が行われた。この法改正を不服とするメーカーと、モデルン外効果協会を中心に結成された。 原告団は国を相手に訴訟を起こしたが、1994年に原告の全面敗訴が確定している。当時、法改正により、モデルガンは分鎮化される、あるいは所持が認められなくなるなどの話がルーフされたが、これについて、警察庁は、規制反対運動に大衆を誘導するための誤った宣伝との見方をしている。プラスチック製、モデルガンの重心インサート。 重工を見れば、モデルガンであることがすぐにわかる。52年規制によって、特に重心が分離するタイプのオートマチック式、モデルガンは金属で作ることがほとんどできなくなってしまったため、以降プラスチック製のものが主流になっていった。プラスチック製、モデルガンについては、法規制の対象外ではあったが、メーカー組合による自主規制が行われ、重心内や、 回転断層の全部に焼き入れインサート鋼材を入れるなどの改造対策が施された。自主規制適合品にはメーカー組合により SPG マークが付されている。また映画やドラマなどの撮影に供されるステージガン、クロップガンはメーカーの自主規制に適合していないが、重刀法で定める重法には当たらない。ただ外観からモデルガンと判別しにくいため、 取り扱いや保管、管理などは美術セクション担当者や小道具担当者が責任を持って行わなければならない。国産の高性能なキャップ火薬がそれまでの平玉火薬に変わるものとして1979年の MG キャップを皮切りに各メーカーから発売され始めた。平玉火薬と比べて装填や整備の手間が少なくなり、また、 火薬の過剰装填による事故の危険性が低くなった。キャップ火薬の一例。7mm よび 5mm サイズ。これに伴って、キャップ火薬の使用を前提としたオートマチック用のカートリッジが新規に開発され、平玉火薬を使用していた頃と比べ、より簡便で快適な作動が可能となった。発火性能の高いプラスチック製、モデルガンが次々に発売され、 また安価な組み立てキットの登場などにより1980年代前半には新たなブームを迎えた。52年規制以降に主流になった ABS 樹脂製モデルガンの外観はプラスチック然としたものが多かったがメッキ技術が進歩したことによりガンメタリックやシルバーメタリックのモデルガンが製作できるようになった。通常の黒以外にニッケルフィニッシュなどのカスタムモデルが発売され、 通常品より高価であったにもかかわらず、ファンの人気を集めた。その後、樹脂に亜鉛合金や鉄などの金属粉を混合したヘビーウェイト樹脂が開発され、プラスチック製、モデルガンの欠点であった軽さと手触りの問題が解決された。ヘビーウェイト樹脂は、樹脂に金属粒子が混ざる形となり、ABS 樹脂よりももよく割れやすい性質を持っているため、 火薬の使用には不向きとなったが、改造防止という観点からは非常に好ましい素材である。MGC から火薬が発火した時に生じる赤外線をセンサーで捉える疑似射撃システムシューター1が発表されて話題になった。同システムを使用したシューティングマッチが開催されるなど一時期盛り上がりを見せたが、飛行場の制約や エアソフトガンの台頭などもあり、広く普及することはなかった。1980年代中頃から、エアソフトガンの売り上げが伸び始めると、製品の主力をエアソフトガンに移すメーカーや、モデルガンの製造から撤退するメーカーが、相次ぎ、トイガン市場でのモデルガンのシェアは徐々に減少していった。モデルガン製造に参入する新興メーカーもあったが、人気が低迷する中、 種類や生産数が限定的で、かつての流星を取り戻すには至っていない。しかし、水面下では、モデルガンの人気復活を願うファンは多く、2004年には、元、MGC 開発部長、小林多蔵や、黒金ユーラーの呼びかけにより、製品化されていないブローバックモデルガンを作るイベント、全日本 b l 経過計画がスタートするなど、 モデルガンの人気を復活させるための活動は、個々のファンの間で続いている。オートマチック式、モデルガンの醍醐味は派手なブローバックである。激発時に遊程が後退し、カートリッジが弾き出される動作を再現する仕掛けを、ブローバックという。1968年に MGC が開発した MGBLK は、少量の紙火薬を詰めたカートリッジを、シリンダー。 重心内のデトネーターをピストンとして火薬の爆発力で有底を交代させカートリッジを勢いよく弾き出させる仕掛けである。カートリッジは構造が単純で単価も安いが紙火薬は装填に時間がかかる上安定したブローバックが難しくうまく作動させるためには熟練と調整を要した。また発火で生じる汚れがかなり多くクリーニングにも 手間と時間を要した。1979年にキャップ火薬が開発されると安定したブローバックが可能になり、発火性能の高いモデルガンも次々に誕生した。火薬の装填やクリーニングが容易になったものの、カートリッジとデトネーターのクリアランスがタイトなため、汚れに弱く断層難本分も連続発火させることは難しかった。 発火方式としてはすでに過去のものになっていたが、2009年に樹脂製の使い捨てカートリッジを使用するものが新たに製品化されている。CPHWPFC 核カートリッジの1、01980年にマルシン工業が開発した PFC はオープンデトネーター式に代わる閉鎖型ブローバックカートリッジの先駆けである。 ブローバックに必要な爆発力の機密性確保にカートリッジ内のピストンを利用するためオープンデトネーター式のように汚れによるクリアランスの問題が発生せず発火性能がさらに向上した。PFC に続いてピストン、プッシュカートリッジ、スピンジェットファイアカートリッジ、ピストンファイアカートリッジなど各社で閉鎖型カートリッジが開発され、 MGC も1982年に開発した CP-BLK カートリッジを持ってオープンカートリッジから閉鎖型カートリッジへ移行した。現在、オートマチック式モデルガンに採用されているブローバック方式はこれら閉鎖型が主流になっている。発火はカートリッジに装填したキャップ火薬、ブローバック動作は低圧ガスで行う方式で近年開発が進む。 エアソフトガンのガスブローバックの機構を作動に取り入れたハイブリッド方式である。火薬は発砲音と火花の再現に使用され、ブローバックには関与しない。1993年頃に少数が製品化された後は絶版状態である。開発はマルシン工業。自動小銃のブローバックモデルはカートリッジや油底が大きく重くなるため、 キャップ火薬の爆発力だけで完全作動させるのは困難であった。作動してもカートリッジの飛びが悪く迫力のないものとなるため近年まで大型銃のブローバックモデルはわずかであった。ガスブローバックの機構を実中と同様な作動部位に配置し、擬似的に実銃の動作を再現したのがハドソン産業のガスオペレーション方式である。グリーンガスで作動し、 発火構造を持たない軽量カートリッジのため、飛びが良く安定したブローバックが実現できる。M1 ガーランド独特のクリップエジェクションも再現している。英語圏で特段の説明なく、モデルガンといった場合、博物館などで展示される家宝のミニチュアモデルの意味に取られることが多い。ただし、ガンダムのビームライフルなどをモチーフとしながら、作動機構として、 モデルガンのメカニズムを使用したものについては、モデルガンの範疇とされる場合がある。また、バンダイ製、デラックス、電動ディクテーター01を、モデルガンの範疇とするか否かは、意見が分かれている。初期のキャップガンや、モデルガンに使用される火薬は、主に100連発の巻玉火薬か輸入品の、コブラキャップであった。だが、コブラキャップは、ガン用としては、火薬量が多すぎるとして、 輸入禁止となった。コブラキャップに代わっては、国産の平ら玉火薬が使用されるようになった。アエン金製のオートマチック式拳銃で、製造元は山田都金工業所、初期の販売元は国際ガンクラブであった。純国産モデルガン第1号は、MGC 製、ワルサー VP2 であると言われていたが、月ガン2007年4月号記事、モデルガメーカーにおいて、 当時の資料と関係者の証言から、モーゼル軍用拳銃の発売が VP2 よりも数ヶ月早いことが判明した、と発表された。日本高級玩具小売り賞組合。アメ横の小売り賞7社で発足。組合結成の経緯については、MGC を参照。帰省後しばらくはメッキの手法に試行錯誤があり、高級感にかける虹色メッキと呼ばれる処理が主流の時期があった。 金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有するもので、あれば、モデルガンのみならずエアソフトガン、分鎮、ライター、催涙ガス銃なども、規制対象になる。日本モデルガン製造共同組合。設立当初は、MGC、国際産業、ハドソン産業、東京 CMC など11社が加盟。現在の名称は、日本遊戯銃共同組合。 当時組合未加入だったロクケニア、ウエスタンアームズは、他社のようなアエン合金製の量産品と異なり、真鍮や鉄などの素材から削り出しで、モデルガンを製造していた。重心、機関部隊、引き金、撃鉄、リボルバーの撃心、回転断層、おずつ、スライド及び遊定に相当する部分。AB 現在はメーカー組合が複数あるため、 ストがマークやジャースグマークが付されているものもある。趣味の分野への貢献力介入に反対し、モデルガンについての正しい知識の普及と市民権の獲得を目的に作家などの文化人が中心となって結成された任意団体。二代目会長のセオカッパは原告団の一人として小麦由来の粘土でコルトコマンダーを自作し、規制反対のデモンストレーションを行った。 第80回国会衆議院地方行政委員会議録第22号過渡期のヘビーウェイト樹脂製モデルガンは鉄粉の含有比率が高いものがあり一部メーカーの製品で磁石が吸い付くほどの鉄らしさを持つものが開発されたこの鉄まがいのリアルさを持つヘビーウェイト素材は素材の金属化引いては主要部品が限りなく金属的な性質を帯びている 金属製、モデルガンではないのかという議論に発展し、メーカーは自主規制という形で販売を中止、その後は乱有する金属や比率が見直されたという経緯がある。リボルバーの場合、専用の火薬を使用する必要があり、オートマチックの場合は光を出すアダプターをつける必要があった。また、赤外線センサーの反応も不確実であった。 カートリッジは二分割構造の本体部分と、ブローバック時のピストンとなる円柱状のプラグから構成される。激震はカートリッジ内の底部に位置し、プラグとの間にキャップ火薬を挟んで、機密性を高めている。ただし、カートリッジの構造が複雑になったため、単価は高くなってしまった。また、閉鎖内発火のため消炎や音の抜けが悪くなる傾向があり、 初期の PFC では発砲音がほとんどしなかった。蒸気以外に東京オマルイが作るモデルガンシリーズで採用したカートリッジはキャップ火薬自体にピストンの役割を持たせたもので PFC を単純化したような構造を持つ。同様のカートリッジを MGC が VP70 用として試作したことがある。二分割構造の本体は PFC と同様であるが、 キャップを装着したピストンが激震を兼ねており、火薬のセット方向が PFC とは逆になる。ヘビーウェイト樹脂製、モデルガンではスライドが重くなり、抗体力が不足するため、カートリッジ内の機密性をさらに高める、オーリングを使用した CPHW カートリッジが開発された。ありがとうございます。